こんばんは、ニーナです。今日はダイソーでお買い物をしてきたので、そちらの購入品紹介をしていきます。はい、ではまずはじめに、こちらの靴下を購入してきました。一つ目は、こちらのアンクル無地ソックス。直角ヒールっていうのですね。本当に黒のすごくシンプルな形で、ちょっとこう、くるぶしソックスではなくって、少しちょっとこう、長さがあるようなものですね。を一足購入しました。最近ね、よくこの形のソックスをね履くんですよね。なんかこう、今までだったらスニーカーにスニーカーから出ないような丈のくるぶしソックスとかを履いてたんですけど、最近なんかもうちょっとね、その格好が都市的に年齢的に厳しいなっていうのを思い始めて、こういうくるぶしからちょっと出てるような丈のソックスを履くと、まだちょっと大人っぽく上品に着られるかなっていうので、スニーカー履く時でもこういう丈を履いたりとか、あとガウチョとかに合わせる時でも、こういうの一つ履くことで、なんかこうカジュアルだけどカジュアルすぎない感じに着れるかなっていう、そういうコーディネートができるかなっていうふうに思っていて、最近よくこのね丈を買うので一色追加してきました。はい、であともう一つがですね、こちらのあったかパイルソックスの無地のダークカラーのクルース丈を一つと、こちらも同じものなんですけど、色がね、こっちが完全にこうブラックで、こちらがまあダークブラックというか、ダークグレー、ちょっと灰色がかったものを買ってきました。でね、わかるかな？こちらね、すごい分厚いんですよ。ソックスの厚みが本当に分厚くって、すごくね、あったかそうなんですよね。これで100円ってすごいお得じゃないですか？やっぱりね、これから冬で足元が冷たくなるので、これを履いたりとか、まあ、お家の中とかでもね、履いてもあったかいかなと思って、結構、去年ぐらいから、この100均の分厚いこのあったかソックスを愛用してるんですけど、お気に入りで、今年も2足買ってきました。はい、続いてはこちらのイヤリングです。こちらのね、ダイソーのアクセサリーシリーズで、また新しいものを見つけたので、気になって買っちゃいました。名前はですね、名前は、ダブルトライアングルイヤリングっていうものです。色は、ゴールドですね。これちょっとおしゃれじゃないですか？なんか綺麗めな格好をするときにつけてもすごく可愛いし、シンプルな服装にも合うかなと思って買ってきました。ただね、後ろのイヤリングのところがこういう感じなんですよね。ネジってこうぐるぐるじゃなくてこうバチッとはめるタイプなので、ちょっともしかしたらこれだと耳が痛くなるかもしれないなと思ったんですけど、でもね、100均なのでなんか素材がね、多分安っぽいって言ったら失礼なんですけど、なんて言うんだろう、その金とか、こう、鉄とかじゃないから、重さからすごい軽いんですよ。だから、軽いからこそ、この後ろのパッチンっていう留め具でも平気かなっていう、その期待を持ちつつ、ちょっと購入してみました。耳が痛くなら、なったらちょっと嫌なんですけどね。でも軽いから大丈夫かなとも思います。はい。はい、では次からはちょっと食品系なんですけども、こちらのレンコン天チップスを購入してきました。これね、前々から見かけていて、なんか美味しそうだなって思ってたんですよね。私結構レンコンも好きだし、レモンとかさっぱりしたのも好きなので、美味しそうって思って買ってみちゃいました。はい、もしね、食べて美味しかったら、また買ってみようと思います。って思って。で、今日母親と一緒にダイソー行ってきたんですけど、母親もこれ買ってて、なんか、で、やっぱり私も美味しそうだなと思って、私も買うって買ったんですけど、やっぱり親子だなって思いましたね。はい。はい、そしてこちらのカリカリ梅と梅シートと種取って梅の梅干し3種類も買ってきました。私ね、梅干しもすごい好きなんですよね。で、なんかすごい梅干しが食べたい気分で、どれにしようかなって迷ったんですけど、なんかね、全部これ違う食感じゃないですか。でね、全部の食感がいいなって思っちゃって、なんかどれも捨てがたいなと思って、なんかこのね、カリカリの梅も食べたいってすごい思ったんですけど、でもこのふわふにゃふにゃの柔らかい食感のも食べたいと思って、でもこれはすごく持ち歩きにいいじゃないですか。シート状になっているから食べやすいしっていうので、ちょっと選びきれなかったので3種類全て買ってきてしまいました。いやー、もう梅干しのお菓子いいですね。幸せになれますね。大好きです。そしてこちらはちょっとおまけみたいな感じなんですけど、こちらはキャンドゥでね購入したんですけど、ちょっと母親と一緒に行って分けてきちゃったので外袋がなくて申し訳ないんですけど、雪の宿っていうおせんべいがあるじゃないですか。こうおせんべいにこう砂糖の白いのがこうかかってるやつが
あのさっかかってるおせんべいなんですけど、ちょっと甘じょっぱい感じので私すごく大好きなんですけど、今日キャンドゥに行ったらそれのいちご味っていうのが出ていて、これね見るからにピンクなんですけど、だからこの普通は砂糖味のものがいちご味になっているものだと思うんですよね。美味しいのかなっていうふうに母親と話していて、ちょっとね気になったので、まあ、100円だし買ってみようよって言ってちょっとノリで買ってきちゃったんですけど、こんな感じでちょっと小袋に普通のこういうユッケナヤドみたいにあの大きい丸いおせんべいじゃなくて、こんなハッピーターンみたいな形のおせんべいが何個か入っているのが袋で1、2で、あと3、4って4袋入ってました。4袋入って100円でした。で、まあ、母親と分けたので2個ずつ持って帰ってきました。ね、どんな味がするのかちょっと怖いけど楽しみです。食べてみたいと思います。はい、それではダイソーでの購入品は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もぜひご覧ください。